どうも、石川です。はい、これより、登録販売者最強勉強法実践編ナンバー2、2番目いきたいと思います。はい、皆さん、前回はですね、準備編とあったりとか、あとは、実践編ナンバー1で、やっておりました。実践ナンバー1のですね、ちょっと復習していきますよ。いいですか？まずはテキスト何週やるんでしたっけ？そうですよね、4週やっていきます。そして問題集は、そうです、2年分やっていきます。まずは、ここです。はい、そして、じゃあ、まずは一周目何していればいいのかというと、簡単に目を通していきましょうと。ね、そうですよね。まずは簡単に目を通していくというところを、このあたりを、一日でやってくださいとね、一日でやりましょうとかって話してました。そうですね。そして、二周目、勉強の濃淡を決めましょうという話しましたね。そうですね。濃淡です。濃淡を決めていきましょうと。どこをね、強弱決めて、どこが難しいところ、どこが簡単なところをですね、こちらは一週間で決めていきましょうという話しておりました。一週間ですね。はい。ということで、一週間で決めていく、というところですね。皆さん、大丈夫でしょうか？一週間で決めていきましょうという話しておりました。はい。そして、今日は3週目です。お待たせいたしました。はい、3週目何をするのか。はい、問題を解いてみましょう。実際に問題です。ここまで我慢よくしていただきました。そう、こっから問題を解いてください。そう。何かというと、ここ、2週目のところで濃淡を決めて、そして1週間ね、熟読をしていただきます。そして、ある程度、ざっくり頭に入れていただいたので、よし、じゃあ実際に、例えば、問題集、ですね。ごめんなさいね。私、この一冊で合格、石川達也の、登録販売者テキスト&問題集というものをですね、この度発売することになりました。誠にありがとうございます。皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。そして、6月18日、角川さんから出版させて、出させていただくことになりました。そして、全国の、書店さんにもありますし、あとは Amazon さんから、予約することもできますので、ぜひぜひご検討ください。そして、そういった内容が今ここ、そのテキストに、この内容を書かせていただいております。何かというと、こうですね、やっぱりこう、対策のテキストとかに勉強方法が書いてない。そうなんですよ。勉強方法がわからない方が本当に多いです。いや、わかんないですよね。そうなんですよ。当たり前です。で、勉強方法、そういったことをですね、テキストに入れさせていただきました。で、今そういったところをちょっと動画でもお話をさせていただいてます。で、そんなところでは皆さん問題集、問題もですね、そのテキストについてます。一問一答問題もついてます。だから一問一答ところのところからですね、ぜひ始めてみてください。だからまずまた文章を読んで、そして、一問一答に触れてもらうと。そして、わからなかったらまたテキストに戻る。というところを繰り返して。なので、ここですね。テキスト問題集、テキスト問題集。特にですね、こちらのも、テキストにはですね、最後の方にですね、120問の問題つけてます。だからぜひそこもですね、やった分野のところ、テキストで勉強した分野のところを問題集で問題やってみてください。そして分かんなかったらまたテキストに戻る。問題やってテキストに戻る。その繰り返しをやってみてください。とても大事です。復習がとても大事なんですよ。はい、これが3週目にやることです。だから、ここはですね、だいたい1ヶ月、ぐらいかけてやってみてください。1ヶ月です。1ヶ月ぐらいかけてやってみてください。そうするとですね、結構、自分の得意なところ、苦手なところがより明確に分かってきます。はい、そして今度はこちらで4週目です。4週目何をするかというと、はい、自分の苦手なテーマですね。そこに時間を使いましょう。今この時期なら時間が使えます。最後の方には時間が使えない。だから、ここですね。いいですか？ここは、2ヶ月目以降です。2ヶ月目ですね。勉強始めて、1ヶ月はここです。2ヶ月目以降はですね、今度は苦手なところにチャレンジしていきましょう。そしてそこに時間を使ってください。なんでここがわかんないんだろう。特に暗記しなくちゃいけないところもあります。だから暗記しなくちゃいけないところは暗記をどんどん繰り返してください。こちらですね。暗記を繰り返すというところが大事です。なぜかというと、毎日やんないと忘れます。だから、ぜひ、この隙間時間を使って、
ちょっとした時間ありますよね。例えば通勤通学のちょっとした時間、そういったところの、暗記、テキストを持ってとも言いませんね、ちっちゃくして一応おります。だからカバンに入るようにもしておりますけど、でも持つのめんどくさい。ぜひスマホで写真撮ってそれをですね電車の中で見てください。そうすれば満員電車でも見れますね。そうですよね。だからぜひそういうことをやってみてください。そして、ちょっとした時間、ちょっと休憩時間だったりとか、お昼を食べ終わったちょっとした時間、ちょっとテレビ見ようかなと思ったそんな時間、ちょっとなんかドラマ見て、その CM の間でもいいです。ね、そういった隙間時間を、とにかく暗記に繰り返す、そういったところにですね、時間を当ててください。なので、4週目になるとかなりいろいろわかるようになってきます。はい、そして、ここまでで一応ね、試験には受かるような形になるんですけど、ただまだ足りない。何かというと、過去問です。はい、ここですね。過去問2年分が足りないんですよ、まだ。なので、過去問じゃあ2年分ってどうやってやるんですか？何ですか、それ。そう、そのあたりは。実践編ナンバー3、3人ちょっと持っていきたいと思います。なので、ぜひ、ここまでですね。皆さん頑張ってください。で、その後は、過去問どうしたらいいんだろう。あとは試験直前1ヶ月前どうしたらいいんだろう。あと試験のほんの直前、本当の直前何したらいいんだろう。そのあたりは続きでお話をさせていただきます。ぜひぜひね、皆さん楽しみにしてくださいね。そして、石川、書籍を使った直前セミナーやります。現在予約受付中です。ぜひ、YouTube 画面、今皆さん見ていただいている画面の下のところに概要欄というのがあります。あのなんかちっちゃい三角ボタンがついてますので、ぜひそこポチっていただくとブワーンと出てくるので、そこに URL 貼っております。ぜひそちら見てください。あの、いきなり申し込みとかってなんないようにしてますから、一回そこの予約するところのあのリンク貼っておりますので、そこで、詳しい説明してます。なのでそこはですね、6時間にわたって私お話しさせていただいております。6時間以上ちょっとやってます。なのでそこはですね、問題の解説もやってますし、あとは第1章から第5章の全部のところ、特に YouTube で話してることもやってるけど、 YouTube で話してないこともやってますよ。なのでそこはですね、ごめんなさい、お金を取らせていただいてます。でもあまり高額にはしないように、このあたりは編集者の方とちょっといろいろ話をしまして、しております。なのでぜひぜひ皆様、あの書籍ご購入いただいた方がですね、あの要は書籍の内容であのお話をしておりますので、ぜひぜひ、そのようなところでご検討いただければなと思っております。ということで皆さん、いいですか？ここ、1、2、3、4、まずここのところですね、しっかりと頑張ってください。特に、勉強を始めたばかりの方、今自分はここの段階だなというところ、そしてこれもう終わってるなという方はですね、次の段階、次のステップは次のところで楽しみにしていただきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さん勉強を勉強頑張っていきましょうね。はい、ということで絶対に皆さん合格しましょう。いきますよ、皆さんね、頑張ってくださいね。ということで今日はこの辺りで終わりにしていきたいと思います。ということで本日も皆さん動画を見ていただきましてありがとうございました。